切れるんだろう、切れるでしょこれ。今回の報告書は福島原発事故は人災であるという結論を出したわけであります。当然本当のことは言うなって、観光令は常にその都度聞かれて、本当のこと言いたい東電の社員っていっぱいいると思う、だけど言えない。それでその時その経緯の中で一番私が怒り心頭に来たのはですね、東電で、データを改ざんしたりしてた。その地震の地域の全ての原発が無事に停止した。